競馬を愛する皆さん、こんにちは。テレビ東京アナウンサーの富田由紀です。さあ、今日私が紹介する日曜重賞ローズステークスの富ちゃんをご紹介します。ちょっとなんか女子が変ですが去年はこのレースをレコード勝ちしたマスクとディーバが秋華賞でも2着と好走しました。今年は本番とは違いまして、中京競馬場で行われるのが、まあ、ポイントの一つとなりそうです。そんなローズステークスの富ちゃんはこちらです。じゃじゃん、 0% 前走馬体重478キロ以上、 0% 前走オークス以外の G1、 前走1勝クラスの1着馬です。まずは1つ目、 0% 前走馬体重478キロ以上ですが、大型馬が苦戦の傾向があります。このレースですね、過去10年で連帯した20頭の前走の馬体重をチェックしてみました。最高馬体重は476キロで、478キロ以上の馬は1頭もいなかったんです。今回該当するのがカニケル、クイーンズウォーク、オーロラ X、チェレスタ、スレミングフープの5頭ですね。大型馬として要注意です。ちなみに3着まででも前走の馬体重が484キロだったカイザーバル1頭のみなので、まあ、データ上では大苦戦になりそうですね。上位馬もちょっと入ってきていました。続いて 0% 前走オークス以外の G1 ですが、同じく馬券圏内に入った30頭の前走をチェックしてみました。オークス組とこの1勝クラス組が強く、合わせると10勝2着6回3着5回なんですが、オークス以外の G1 を走った馬は大苦戦でして、10頭が挑戦して一度も馬券圏内には来ていなかったんです。該当するのは桜花賞以来の競馬となる関戸馬イーストと、春は日本ダービーにも挑戦しましたレガレイラの2頭です。こちらもね、一番人気必死のレガレイラが含まれていますので、まあ、注目したいです。最後、前走1勝クラスの1着馬です。過去10年で6勝は前走オークス組から出ているんですが、残りの4勝は前走1勝クラスから出ていました。この4頭に共通する点をね、探してみたんですが、前頭が1勝クラス1着からのローズステークス挑戦だったんです。該当馬はカニキュル、オーロラ X、チェレスタ、フレミングフープ、ハワイアンティアレの5頭でした。まとめると、前走1勝クラスを勝って馬体重が重すぎないハワイアンティアレ、前走オークスで馬体重が重すぎないタガノ LP だ、ラバンダ、サフィラの3頭はおすすめしたいと思います。なんかこう秋競馬に入ってトライアルレースといいますか、始まってちょっと秋を感じているんですが、暑いですね。ということで、皆さん水分補給しながら、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。以上、ローズステークスの富ちゃんでした。